皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンス実況を始めていくんですけども、えー、今回、12月14日、何の日か分かりますよね皆さん、えー、ドラゴンボール、えー、ブロリ、映画ブロリ、公開となりましたね。はい、おめでとうございます。いやー、早く見たい。<laughs> 早く見たいですね。で、公式ツイッターの方で、えー、SNS キャンペーンみたいな感じで、 キャラクター当てクイズみたいな感じでね、やってんの皆さん知ってますよね。で、それで最後の問題がスーパーブロリーだったわけなんですけども、えー、スーパーブロリーが実装しますと言ってました。はい。で、そちらのですね、えー、動画も公式 Twitter でも出てるので、ちょっとそちらの方見ていこうかなと思います。はい、こちらです。はい、ドンと、えー。スーパーサイヤ人ブロリー参戦。 必殺技えプラネットクラッシャーは特大ダメージを与えるだけでなくヒット時に敵の手札を2枚破棄これめっちゃ強いな <laughs> さらになんとメインアビリティ怒りの暴走発動でスーパーサイヤ人ブロリーフルパワーに変身最大の敵サイヤ人がレジェンズに来ると、えー、いうことですよねうんまあもちろん来ますよ <laughs> ということで早速ねこちら えー、動画があるんですけどもこちらの方ちょっと見ていこうかなと思います はい皆さんいかがだったでしょうかまあ見ていただいたら分かるとおり強いですよね <laughs> 使ってみないと分かんないんですけど強そうですよねまずこのプラネットクラッシャーが、えー、敵の手札を2枚破壊するっていうだけでも強いんですけどちょっとね次の画像見ていってもらいましょうこちらですはいえー、フルパワーブロリー参戦ということで まあ画像にもある通りメインアビリティ発動することによってフルパワーになると。うん。で、究極圧持ちですよね、フルパワーは。で、必殺技とかも見ていただいたらわかる通り多分相手の必殺技より強い。打ち消す力がある。だから、えー、ポットフリーザーみたいな必殺技なのかな。それに、えー、手札2枚を破壊する効果がついてると。うん。 これね、だいぶ強いんじゃないかなと思っていて、シャロットが覚醒しただけでも、えー、結構ね、あのー、ステータスがアップしたと思うんですけど、もちろんこっちのブロリーもステータスアップしてくれると思うんですよね。それがね、なかなか恐ろしいんじゃないかなっていう。で、これが何で実装されるかっていうのがまだ分かってないんですけど、多分ガチャじゃないかなと思ってるんですよね。 うんまあ、その理由が、まあ、ドラゴンボール、ブロリー、ー映画、えー、予告とか見てる人なら分かる通おり、まあ、ゴッドになったベジータとか、えー、ゴッドになったえ悟空とか、ゴッドになったゴジータとかね、うんえー、その辺もガチャで実装するタイミングなのかなとは思ってるんですけど、 それだとさすがに早すぎるかな。<laughs> ただね、うん、これだけ注目された映画で、えー、こういう、まあ、宣伝みたいなことをしてるんで、このタイミングでガチャを出さない運営はいないんじゃないかなとは思うんですけど、うん。まあ、ガチャならこのタイミングですよね。はい。で、前のノーマル状態の、えー、怒りブロリーみたいな、いましたよね、黒髪の。 あれは多分孫悟空少年期みたいな感じでイベントで手に入る無料で手に入るスパーキングだと思ってるんですよねはいだからそういうタイプで、えー、ノーマルタイプのブロリーが出てるその横で <laughs> このスーパーサイズになったブロリーがガチャで実装されるみたいなねうんでガチャでスーパーブロリー出なかった人はノーマル状態で我慢してねみたいな <laughs> そういうことになるのかなとは思ってるんですけど、うん、まず必殺技が手札2枚破壊、まあ、ここでぶっ壊れですよねで相手の必殺技を打ち消すことができる、まあ、ここもぶっ壊れとで、えー、メインアビリティで怒りの暴走でフルパワー状態になれるはいここもぶっ壊れですよねでえー、究極圧持ちとぶっ壊れですよ <laughs> うーん 多分ね、サイヤ人特攻みたいな感じで持ってるとは思うんですけど、まあ、何色になるかとかも結構興味がありますよね。はい。ということで、まあ、スーパーブロリーが確実に実装されるという情報ですよね。はい。で、いつ来るかって感じですよね。まあ、今日映画が公開されてるんで、まあ、タイミングとしては今日だったのかなとは思うんですけど、 まあ実装されてないので、うーん、いつでしょう <laughs> いつでしょうかね。いや、皆さん、映画、多分ね、この動画がアップロードされる日にちも、えー、映画公開に合わしてると思うので、14日ですよね。はい。映画見ましたかね <laughs> 僕はちょっとね、えー、忙しくて、うん、まだ見れてないんですけども、早く見たいですね。<laughs> 早く見たいですね。はい。 しかも、ね、あのー、曲もかっこいいし、<laughs> 曲もかっこいいしね、はい。いやー、楽しいですね。いつ見ようかなと思ってるんですけども、まあ、皆さんね、えー、よろしければコメント欄とかで、映画どうだったとか、うん、書いていただけると嬉しいかな。はいまあ、できればね、ネタバレは避けていただきたいなとは思うんですけど、面白かったとか、えー、最高だったとか、 ぜひともコメント残していただければ僕の見たい欲もねどんどん上がっていくんで <laughs> もうすでにマックスなんですけどねはいということで今回はえドラゴンボールブロリー,えー公開記念えースーパーブロリーフルパワー実装確定ということで非常に楽しみになってまいりましたこれがガチャなのかえ孫悟空少年期のようにイベントでもらえるスパーキングなのかえそれはまだ定かではないんですけども ま、楽しみに、えー、待ちたいなという感じです。はい。それでは、えー、よろしければですね、チャンネル登録、高評価、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんでね、よろしければフォローもお願いいたします。はい。まあ、最近もね、えー、SNS キャンペーンで新しいフラグメントとかもらえてますけども、もちろんね、このスーパーブロリー、ー実装されたら、えー、最速で育成を終了して、 まあ動画更新していこうかなと思うんでね、えー、チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いしますはいということでお疲れ様でしたバイバイ